この部屋を散らかしたいと思います。もーすもーすもーす。猫って皆さんご存知の通り綺麗好きじゃないですか。毛づくろいしたり、なんかトイレ隠したりするじゃないですか。だからその人間的な汚し方やけど、部屋を散らかしたらこの子たちはどんな反応するのか。掃除して、掃除終わった、隠れてる。かわいいんじゃん、これ。キッチができちゃった。マル君のキッチだー。マル君何するのこれ。後ろに、かわいい。飾り付けみたいや。セットでご購入いただくとこちら、3億円高くなります。ぐしゃぐしゃ、なんか迷路みたいになってさ、面白いね。下くぐったちゃちゃ、なんかこれ面白いんじゃないと思い始めてきた。ちゃちゃ大丈夫なのこれ。迷路みたい、迷路みたいにしとるちゃちゃ。なんか通常通り、おまるくんは崩れたツリーで遊んだる。今がチャンスや、今がチャンスや、この時は逃すな。止める、いつも見れないとこが見れてる、嬉しいね。どう？楽しい？下の方見れて面白い。迷路迷路迷路やね、ちっちゃいね。お、あっちに続いてるわ。楽しそう。なんかくぐれるのこれ。ん？あ、マルクもこの隙間から行くのよな。よし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 。ツリー倒れたのがよっぽど嬉しかったみたいな。ちゃちゃか、ガブガブされても、せっかく芸術作ったのにガブガブしてる。ちゃちゃやかいよあんたは。ちゃちゃ気になって待ってこれ。おーおー、いいもん見つけた、いいもん見つけた。おまるくん、まるくん遊べるよ。どこだ、あったー。楽しいやろ。まあちょっとね、いつもと違う風景を楽しんでもらおうかな。もうちょっと時間欲しいやろ。どこが見足りないんだ。よかったら片付けちゃうよ。あ、お水のとこ来た。猫は順応力が高いということが分かりましたね。全然この子たちこれでも生活していけてしまうわ。じゃあ余計にするからね。マロウ君が綺麗好きだからしょうがないもん。
じゃあね、綺麗にしてあげたくなるよね。